ぜひぜひ共通点か、うん、でも、なんだろう、4年経って、なんかやっぱ、あのー、声的に、なんか太くはなってるから、やっぱり、うないろ、ね、んなこと言われてるから、うん、だからなんか今、今あの時に、本当はこういうふうに表現として出したかったなっていうところが、すごく、うん。 細かかいいいところろろでできるようにはなってたからそうそうそういうところはすごく意識したかなあの時に、まあ、悔いが残るとはちょっと違くて、うん、なんかその時にはできなかった表現っていうのを自分の中で突き詰めてたからあああるあるあるなんかそれを今回まあ普通ないじゃん4年ぶりにこの作品で同じキャラクターとまたこうやって出会えるっていうか対面することができるっていうのはないから、うん、そうなった時に何かこうあじゃ 次はお前をこういう風に生かしてやるよっていう。今の俺の全力で出すんだったらお前はこうなるはずだみたいな。なんかやってた感じはあったね。そう、共通点か。あまりに似すぎてるからな。どこがあまりに。どこが水聞かない感じで。どこがいつも明晰でね。どこがかなすごく真面目でっていうね。女の子に対して攻めきっていうのはね。まあそこはね。そこはね。そこはまあ納得するよ。性に対してものすごく貪欲だからね。そうだね。 そこはすごいなと思いますそうそうそう最近さ<え>こう<何>そういう AV をよく見るようになって<ん>うどういうなんだろう,よ,うよくわかんない今ねふっと思ったんだけどこう図書隊ってまあこう図書隊じゃないですかはい、はい、まあ言ってしまえば自衛をするためにいろいろ武装してるわけですかなだからそういう系の武装してる系のなんかこうそういう制服じゃないけども着てる AV を見た時に結構燃えてね あ、これ結構組んだなぁ。そうですか。意外とドキドキした。そうですか。うん。未知の領域ですね。そう、コンバットブーツって意外と燃えるんだなそうですか。そうですか。なるほど。意外と燃えるんだなって思う。燃えるんですか。そうそうそう。あの、ラブコメですよ。ラブコメですよ、基本ね。作品はね。基本はラブコメですよ。あの、別にそういうシーンとかないから。ってないです。ラブコメなんです。ラブコメです。だって劇場版のキャッチコピーは知ってるなんだっけ好きから逃げない。だよ言葉。 本当だよ。アニメの時はあれですよね、愛を胸に本を守るっていうね、あれでしたけども。うーん、でしたけども、今回は好きから逃げないっていうね、その図書隊っていうものよりも、個人に、そうですね、焦点を当てたね。焦点に当ててましたね。そうそうそう、ちょっとそういうフォーカスが変わった感じになっておりますけどこれもね、角川の人たちがね、もう何回も何回も。ひねりにひねって。ひねりにひねって、やっと出てきた。確かね、あのね、4回ぐらい会議したらしいですよ。このキャッチコピー考えるんで。 ね、4回やって大体1回に月き会議が大体23時間かかるっていう状態で4日の中から出てきた隙から逃げないっていうねすごく分かりやすいことが起こっていうのはね4回やらないと出てこなかったのかっていうのは気になりますけども、うん、<laughs> まあいろいろ頑ったんでしょ <laughs> <laughs>